川島海に TBS 冒険少年卒業へ。はい、今日はね、女優の川島海さんが TBS の冒険少年を卒業するってことで話題になってるんですけど、今日はこの情報を視聴者の皆さんに共有するために急遽動画を撮ってます。はい、では今からニュースを読ませていただきます。川島海に冒険少年ファミリー卒業を発表。女優の川島海荷が24日放送の TBS 系アイアン冒険少年にて冒険少年ファミリーを卒業することを発表した。最後の記念として脱出島に挑戦し、この放送をもって番組から卒業となる。脱出島に対戦相手はあばれる君。この収録日に川島の卒業を知らされたあばれる君は、嘘でしょマジと驚き、勝負は勝負、友情は友情、しっかり住み分けて叩き潰して最後送り出してあげましょうと意気込みを見せた。卒業する理由として川島は、最近舞台のお仕事も増えてきて収録に出られなかったりすることもあって、中途半端にやるのもあれだし、これを機にお芝居に専念しようと思ってたと説明した。 はい、ってことで、女優のね、川島海荷さんが冒険少年を卒業するってことなんですけど、これについて思ったのは、こいつ誰って思いましたね。というのも、川島海荷さんって全く知らない方なんですよね。はい。なんか女優らしいですけど、なんかドラマとか映画でも見たことないし、そもそもが、このなんだっけ、冒険少年？この番組でしか見たことないから、本当にね、なんか正直、卒業しますよって言われても、誰かわかんねえから、もう正直ね、なんかどうでもいいわって思いましたね。はい。てか、なんか女優って名乗ってる割にはね、なんか本当に先ほど言った通りね、そのテレビとかドラマとかでも全く見ないんで、多分ね、三流女優なんだと思うんですけど、だから、なんかそんな人がね、なんか別に卒業発表しても、なんか別にね、悲しくないなって思いましたね。はい。これで卒業するのが、例えばね、目黒蓮くんとか、秋元真夏さんとか、あとはフワちゃんとかね、ネームバリューがある人が辞めんだったら悲しいんですけど、このなんだっけ、川島海荷さんみたいな、その知名度の低い、無名のね、人間が辞めてもね、別に悲しくないなって思いましたね。はい。川島海荷さんね、なんか卒業してもね、なんか頑張るそうですけど、卒業した後も頑張ってください。売れないと思うけどね。はい。